チカ、私顔チック。トンちゃん肌めちゃめちゃ綺麗だから多分近くで撮れても問題ないんだよ。めちゃめちゃ綺麗だよ。俺が見た女の子なんて肌一番綺麗。もうこれ買ってきました。ソーセージパンかな。うまそう。え、マスタードあるの？ん？マスタード。おー、マスタード好きじゃなかったんじゃなかったっけ。うん、多分。でもこれチーズじゃない？あー、マスタードかな。いや、チーズっぽいな。チーズっぽい、チーズっぽい、うん、いただきます。ミスター？俺のもの。うん、どうせ興味ないやん、みんな。トムちゃんのものだろ。興味あるの。俺のものを一応、まあ、じゃあギブで見せますか。これなんかチーズがチーズキューブが入ってます、なんか中にチーズ爆弾が。美味しそう。うまい。うまい。うん、いただきます。わ、ジュースマジ美味しいな。わかんないでしょ。パンパンしか食べてなかった。パンしか食べなかった。パンどう？美味しい。日本のソーセージ系大体みんな美味しかった気がする。俺ソーセージそこまで好きじゃなかったけど、やばい、日本ソーセージうまい。だよ、ハムがうまいんだよね。うん、美味しい。ハムの味が違うんだよな、日本と韓国。日本語で何？ちょくちょく肌は日本語なんですかね、皆さん。韓国語言ってなかった方いますか？ちょくちょく肌は日本語なんですか？ちょくちょく。ちょくちょくってさ、水分があってて、うん、食べたらちょっとスムーズに食べれるやつ。しっとり？わからん。でも美味しい。あれ？じゃあ俺ら今、ニットリで買った三段トリを組み立てて、しっとりしてるパン食べてるってこと？うまくね、俺。食べなさい。どうすか、今の？今のパンチうまい、うますぎ。温かいうちに食べなさい。はい。マジでうまいんだよな、俺。ニットリとしっとりね。皆さん、こういうのは、反応しない方がいいです。は？何の反応もしない方がいいよ。こういうのなんか試せないから、なんか日本語そんな早くうまくならないよ。絶対した方がいい。何それ、大正解。うんうんうん、やっぱり美味しいね。ふとちゃう。これ意外と楽じゃない、このカップ。皆さん、このカップにストーリーがあります。初日俺から日本に来た時に、いきなりこれ6個のセットあったんですよ。で、見て、安って思ってて、6個買ったんですよね。で、俺はちょっと無神経だったのか、先に言っとくと、トムちゃん普段なんか家で飲んでるカップの長さって、これの3倍 ?2.5 倍ぐらいですね。うん。うん、じゃあお水めっちゃ飲んでて、トムちゃん。肌がめっちゃ綺麗じゃないですか。この体のどこにもう水が全部入ってるのか、マジで。おかしいくらい水飲んでるんで。だからもう言いたいのは、この小さなカップに水が どのくらい入ると思うって怒られたんですよね、最初。で、俺が今なんかこれ飲みながら、これ意外と便利じゃないって今ちょっと勝負かけてます。だったんですけど、ちょっと無表情で対応しました、そんちゃんが今。あ、まずいなと思いました、それね。これ小さくて、何回も水。食べないとダメだな。うんうん。まあ、ジュース飲むときいいよね。ジュースはまあ、うんうん。でも、私は、可愛いカップが欲しかった。そう、これ、おっさんがビール飲んでるカップだから。可愛くないじゃん、それ、これ。だから、これ6個ある。うん。それで、怒ったの。けど、家にたまに戻れとか、なんか特定して、家に遊びに来るリスナー行ったら、これだと、あげたいから。なんか、グレードをパッて入れて。それも、私、可愛いカップで、グレード飛ばしたい。うん、かわいいカップ、かわいいカップ。たくさんに、かわいいカップ。なんで笑うの？やばいだろ。なんで笑うの？ダメだろ、もったいないから。かわいくないカップで飛ばせよ。
マナないな。センスない。女の子たちに聞いてみよう。これどうすか？意外といけそうじゃないですか、このカップ。絶対ビールとかなんかウイスキー好きな方いらっしゃるでしょ。こうなったらでっかい氷なんか一個ポンって入れてさ、タン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 として、飲んだらなんか、これ中身見るし、可愛くね？可愛くない。可愛くない。でもあなたビールとかウイスキーあんま飲んでない。俺ビールはまあ感じたい飲むの好きなんですよね。うん、飲みながらこうして、銘線をこうめちゃくちゃ頑張って下にして、こうしながらちょっと、浅いなんだとしては飲むの好きなんですよね。今のキリン一番やっとしてない。ビールの好きなんだよな。女の子は可愛いカップが美味しいの。まあ飲みなさい、ちゃんと入ればまあ。ね。可愛いカップ美味しかった。今からまあ、じゃあ。でも私のカップは多ければいいよ。でもこれは可愛くない。小さい。メリットは何もない。うん。マジか。惨敗だ。フランス、フランス、どっかいいんじゃない？そのおすすめしてくれたよ、今。ん？なんかブランド？いいカップ、ブランド？うん。フランス、フランス、いいねって。フランクトン、フランクトン？なるほど。お、見てみようか。え？カップですか？いろんなもの。かな、やばい、そんちゃん好きになるかも、これ、うん、いや見た目ですぐ分かった。いや、女の子たちのなんかこういうのがあったのめちゃくちゃあるじゃん。やばい、かわいい、かわいい、いちごある、かわいい、これ欲しい、出た、欲しい、出た、かわいいって、みんな多分配信なんでゆっくり見るかもな、サイト。うん。ありがとうございます、教えてください。うん。フランス、フランス。フランス。ありがとうございます。韓国のどこ出身ですか？私たちですか？ソムちゃんはカモンドです。カモンドは日本なら岩手みたいな感じかな？合ってるんじゃない？北海道じゃない？韓国で一番寒い地域。あ、一番寒い地域。うん。韓国の一番寒い地域ですね、そもちゃん。うん。カウンド。冷夏は基本なんだよね、日本。うん、基本。ワンチャン20度まで軽く行くかも。うん。めっちゃ寒い時は。うん、寒い。雪めっちゃ降って、なんか。雪打ってるレベルやばいっすね、もう、うん。腰まで普通に来るんだよな。うん、学校行けない。成長した場所。小学校の時、学校行けなくて、なんか、軍事、うん、あ、軍人がたまに降りてくるんだよね。町に降りてきて、軍人が、うん。軍人たちが来て、なんか、家の前の雪を、なんか、掃除してくれる。うんうん。家から、学校までの道を掃除してくれる。だ、韓国で寒いってことは、大体、北側なんですよね、大体。うんうんうん、うん。だから、その北側は、前方じゃないですか。うん。その、軍部隊が、舞台がたくさんありましたよ、うん、いや彼らが降りてきて、うん、大変になったいろんなところを助けに行ってくれるんですよね、うん、いや俺は普通のサウルです。ずっとサウルに住んでた。うん、俺サウルマンだよ、うん、今は東京はもう寒くないです。私は俺今日、いや昨日と今日めちゃくちゃ寒くないですか？寒いの？韓国がもっと寒かったね。いや俺らさ一緒になんか日本に住んでるからさ、伝われるんだよな。昨日と今日寒くね？前はこういう話したら、なんか、今日韓国、俺絶対か前に韓国の話つけてるけど、もうそれいらないんだよな。俺ら同じ国に住んでるから。急に寒くなった？そう、昨日からめっちゃ寒くなったのよ。ちょうど孫ちゃんが来たところから寒くなったんだよな。おとといはなんか、そうじゃなかったよな。私、そういうのあるね。日本来たらなんか雨降ってるし雪降ってるし。雨女っすよ、雨女、そうちゃん。雨女だ。悲しい。私大阪いた時も雨だったし。北海道いた時も雪だったよ。雪だったし。東京来た時も
え、そうなの？うん。あ、最近9月20日も雨だったよ、そういえば。雨めっちゃ。お家内見しに行くときに雨だったよ、そういえば。うん、全部雨だったよ、マジで。雨女だよ。なんか晴れてる空みたい。東京ゲームショーのときは雨だったでしょ。うん。わぁ。夜雨だった。2019年東京ゲームショー行ったときも雨でした、うん。これマジで雨女かも。100% 雨だった、そのちゃん来たとき。うん。悲しい。恐ろしいな、今考えてみたら。絶対雨だったんだ。うん。ももちゃんかわいそう、あの電気。最後、ももちゃん見て。うん、終了しよう。楽ですか？楽ですか？代わりに触ってあげる。触んないでって。触ります。かわいそう。やべ、切れる。3%。じゃあマジで切りますね、皆さん。ありがとうございました、今日も。ありがとうございます。配信終了します。では、おやすみ。おやすみ。